さあ、今週も始まりました。ニューモライフ増刊号。今年残りわずかの増刊号。今週も盛り上がっていきましょう。おい。ミブラ。いや、ちょっとごまかしたね。中途半端なところ。苦闘点入る。ちょっと考えてんねん。ちょっと考えてんねん。入ってくるよね。ね、というわけでまずそうなんですか。買ってきましたよ、はい、もうほんま。もうあの南の2連敗ですから、まさかのほんま。南のお寿司屋さんもう。貸してください。そして前回の優勝者誰ですか。イキシさん。はい。お願い一つだけ言っていいですか。どうしたんですか。あのウニだけ食べたい。見てたっすね。見てたっすね。タテイさんのやつは商品分けますからね。どうぞ。分けますからね。タテイさんはあれな。上本は惜しかったな。いや、惜しかったっす。惜しかったっすね。じゃあ次負けたら上本町店までデリバリーってことにしましょうかね。ダッシュ、ダッシュで。ダッシュで。ダッシュで。タテイさん、改めておめでとうございます。というわけで、今日はですね、まあ、丸松クイズが続いていますが、今回はもう僕の切手の願いで、これで、まあ、別に問題が答える僕これやったらでも俺なんかいけそう。じゃーん、丸松クイズ特集を加えるしな。それです、サッカーワールドカップ。これはなんか俺でも分かりそうな気がする。俺、うんってやっぱ結構ないわ、普通に考えて。俺思ったけど、サッカーってもうちょっと終わってんじゃん。なんでなんですか。ラグビーですか。いや、ラグビー俺あんま分からんかったから。ラグビー全然分からなかったっすね。一回やっぱこう、行くまで昔行ったからさ。はいはいはい。それを突破できひんやん、この4年、5年、6年ぐらい。そやな。もうなんかみんな落ち着いたよね。いやもう、視聴率ちょっと下がってんねんな。そうなんです、そうなんよ。イエス、イエス、イエス。南アフリカじゃないわ、ドイツの時のオーストラリアの初戦は40敗いったんですよ。すごいな。そうだ、40、ドイツで全然時差ちゃうのに40敗いくっていう。やばい。計り知れたその日、その年、全然ダメだったんですよ。まあ、ってならんもんな。なるでしょう。だから今スポーツバーはヒーヒー言うてるわ。なるでしょう。ワールドカップぐらいだったら、まあまあ確かにちょっとワールドカップ見るでしょう。よかった。僕も全然見直しました。予選もすごかったやん、はいはい、ドイツの時。その後、終わった後も予選やっただけで街から人がいなくなったやん。そうなんですよね。スクランブル、DJ ポリスみたいなのが生まれたもん、そういう時ですよね。DJ ポリス、なんかすごいスクランブル構成でわちゃわちゃわちゃなるから、その人たちをこうやって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 。いや、僕 DJ ポリスできないです。何かと思った。まあそんなことなんで、ワールドカップ行きましょう。行きましょう。行きましょう。これはなんかいける気するわ。キーだけする。そうそうそう。2002年やったっけ。そうそうそう。そうです。2002年も出ましたね。韓国？日韓ですね。まあそうなの。そういうこともこう問題になってるとか、なんですかそれ。おっぱい？離れたおっぱい？じゃあよ。牛のおっぱいちゃう。俺なんかこれ。分かってもう。じゃあ縦に線入れな。割れてませんよ。誰が先やも割れてませんって。じゃあこれ何なんですか次。一気に人を見ちゃった。ちゃうで、お前口とこの間にちょっと線入ってる。はい、ここっすか、うん、ここっすか、うん、ほぼ誰でも入ってるでしょ。ここはほぼ誰でも入ってるでしょ。顎に向けてのここは入ってるでしょ。あ、じゃあ丸でも作っとくわ。そやな。あ、顎ないからやつ。そうですね、ここの辺もっとタウタウにしてください。タウタウ。まあそんなコーナーでね、じゃあ第1問早速行こう。行きましょうか。という前にですね、今回どうしますか。それ何すんの。まあ、お寿司屋さんはね、あと残るは寿司カメですけど。寿司三昧は寿司三昧は別に三昧全然でしょ。ノー三昧寿司カメぐらいですかね、あと残ってんのは。全部取ろう。全部取ろうはほんまにやばいです。やばいです、多分。ほんまにやばいです。ほんまにやばい。多分2貫とかしか買ってこない。400円やったんで2貫にしましたね。800円で可能性あるっすよ。何じゃあ、ちょっと何。まあ僕はあと、あ、今もなくないこのお持ち帰りセット。あと寿司カメと、あの、あそこがね、紙用もあるんじゃないですか。あ、そう、あかん、あかん。よくない、よくない。もうね、買わないからって何でもありです。それはよくない。ちょうど中立やから何でもありです。どこにしましょうかね。なんかこう、これあるではないですか。なんか食べたい。マイトゥールでケバブサンドとか。そんなんでもいいけど。もうなんかもう、一気になんかこうさ、急にジャンクフードみたいな。なんか高級感なくなると思いますね。すみません、なんか ご当地化してしまいました。立石さん知ってる。なんでも立石さん詳しいからな。立石さん、次何を罰ゲームの対象にしたら。しくないよ。今山崎で顎書いてるわ。なんでなんですか。みんなして書いてるやん。立石さん振りにめちゃくちゃ弱すぎて何も書いてきてる。グルメ散歩あんなにやってるのに。お客さんに絶対言われるやん。まるちゃんちょっと美味しいおみやなんか知らんって絶対言われてるから。まるちゃんなんかおみや知らん。いや顎見てもてるわ。書いてる、顎見てもてる。何書いてるのかな。コペパンに見えてきてるんじゃないですか。堺筋の選手は決まらないでぼちぼち決めていきましょう。さやな。ではいきます、第1問。あ、そんな感じで始まんねん。はい、いいかな。
九州喋らんな。あ、調べてもらっといて。あ、そうやな。なんか南で一応行けてるお店。行けてるお店。三重だ。はい、ぜひ三重だ。すぐ三重だが。でもあいつは多分ね、あのなんだかんだ忘れてるからカツサンド出してくるっすよ。はい、カツサンド出してくるっすよ。ではじゃあ行きましょうか。はい。丸バツ問題。サッカーワールドカップ編。早いって。FIFA ワールドカップ第1回大会の優勝国はウルグアイである。丸かバツか。ウルグアイ。ここウルグアイ。これどうやったっけな。もしかしたらパラグアイ。ホセ・ルイス・チアベルトですか。ホセ・ルイス・チアベルト。まあ、フリーキックが蹴れるっていうキーパーですね。いやー、何やったっけ、ウルグアイって。俺でもそんな気もすんねん。お、どんな気もしますか。俺は知らん。答えどうだね。野球ばっかりやけど。サッカーいけるよ。うわ、そんな気してきた。これ、タテちゃんちゃうか。タテさん、全然分からん。いや、まあ、よくワールドカップの時期、絶対全部見てるから。何歳、何歳、俺何歳。微妙やな、みたいなとこやったと思うねん。俺何歳、思ったら。いや、僕ら生まれてないですよ、第1回は。微妙やな、みたいなとこやった気すんねん、でも。では、はい、回答の方、どうぞ。あれドンペケ。お正解は正解って言うんじゃん。丸です。丸です。ほらなんか微妙やな。皆さんちょっとあそこから毎回恒例のメモ取ってもらえません。メモ、メモ、モーメイド、モーメイド。はい、第1回大会はウルグアイです。開成国ウルグアイで優勝がウルグアイっていうね。ああ、はい、絶対やらせん。まあ、これがまあまあ古豪と言われるところです。はい、あざす。まあそんな気はしてたよ。そんな気してました。ちょっとフランスかなって迷ったけど全然ちゃうな。お前フランスジダンの時がピークやな。ジダンピークです、ね、俺全然ブラジルにしてたな。頭の中ジダン。なんで名前書いてるんですか。どうしたんですか。山崎。僕の名前いっぱい隠すのこれ。ではいきます。おし第2問。おし、FIFA ワールドカップは、はい、世界情勢による都合で中止になったことが2度ある。え、丸か×か。なんでなんで。 FIFA ワールドカップは世界情勢による都合で中止になったことが2度ある。俺これ多分引っ掛け問題だと思うね。せやな。実は2度じゃなくて、お一度だけみたいな。皆さんあれですね、僕が出してくる問題を読みまくるっすよね。2度じゃないね、これ多分な。数字変えてきてるわ。2度あることは3度あるんですか。おうわ。でもさ、戦争中にもオリンピックあったわけやからな。ああ、なるほどな。迷いが参加はせえへんっていうのはありだけど、はい、はい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 、この国はちょっと出場できません。そう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 、はい、では、回答の方お願いします。でも×ドン。おっ、答えにのみが丸になりました。あとみんな×。正解は丸です。おお、うわー、おい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 。実はですね、その第二次世界大戦で2回中止になったということが。誰が決めてんそれ。いや、まあまあ世界。FIFA? ちょっと今無理やわ。まあまあヨーロッパがね、すごくわーなってたと思うんで。くそ。そうなんです。実はそんなことがあります。このままやったら俺負けるやん。負けます。いや、まだ始まって、まだ3問、まだ3問ですから。はい。まだ1問、まだ正解。はい、まだ1問です。いける。射程、射程。やっぱりそこを射程切るのよくないです。同じラインでもこいつみたいな。悪いっすね。ではいきます。第3問。FIFA ワールドカップ最多優勝国はドイツである。マルカ×か。おいおい、これはおい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 、この前優勝したかって。おい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 。ただドイツはね、まあ、西ドイツ、東ドイツのも数に入ってるんで。え、どういうことどういうこと。以前はベルリンの、ね、壁の以前ではドイツ分かれてたんで。ベルリンの壁の壁、ベルリンの壁のですか。よう潰れますね。それでよう潰れますね。じゃあ、え、西ドイツと東ドイツってどういうこと。まあ、ドイツその分かれてたっすよ。ベルリンの西が強かったな。そう、西がもうミュルアーとかがもうエグかったみたいな。フランク、ゲルト、いやフランクじゃないです、タケじゃないです。ゲルトミラー、爆撃機って言われるフォワードですね。どこがどこがって、それ下半身肉線肉線どこがって。そう、爆撃機いや、もう爆撃機です。ここかもしれんよ。乳首爆撃機ですか。どんな上半身がちょっと出てもてますよ、なんか。UFO の話をしてんだよ、UFO の話ですか。CM の話。正解をどうぞ。バツ丸。お、分かれてる。小谷、飯尾さん丸、立石さん丸ちゃん、日野さんバツ。正解はバツです。おっやばいわ、やばいわ。日野さん、立石さん、ブラジル。はい、正解はブラジルのドバイです。やっぱりお前がドイツとか言うからやんけ。まあ、サッカー王国ということですね。はい、まあ、そりゃな、ブラジルやろな。自分を信じてくれた。普通に会えるブラジルやん。裏読んだ。ちょっと返そうなったよ、俺実はドイツに。もう僕のあれを考えすぎじゃないですか。あ、シンプルに問題を読んでください。やばいやん。
2対0です。2対0。タイいいよ、2対0です、全員。やっぱ。えらい、こっちは。早お見合い決めろや。これで高いも決まらない人多いってなるっすね。もう嫌や、そんなん。では、いきます。第4問。FIFA ワールドカップで最も試合数を行っているのは、ブラジルの104試合である。丸かバツか。どういうこと分からんけど、もう聞いていいけど、北京にしよう。まあ、出場がね、何回もしてるところが試合数を必然的に多く取っていきますからね。でも、あれちゃん、あのシードとかで上がってるから実は試合数少ないみたいな。そんなんもあったりしますよね。優勝、あの開催国 やからこうみたいなとか、まあいろいろあるんですけど、 FIFA ワールドカップで最も試合数を行っているのはブラジルの104試合。ブラジル20何試合連続で出てた、大会連続で出てなかったっけ。そうですね、もうずっと出てるですよ。よな、連続が途切れないのはブラジルがすんげー長いですからね。でもあえて、俺の予想はイングランド。お、おお、まだアンパンマンでしょ。ではアルゼンチン正解の方どうぞ。バトン、お、立石さん、飯尾さん、丸、飯尾馬、日野さん、コタニ、丸ちゃん、間違い、間違い、正解はバツです。おし、なんで書いたんですか。おし、なんで書いたんですか。やだよもう。ちなみに、ドイツの106試合が最後。ドイツか。はい、ドイツです。さあ、ドイツです。あなた、俺ちょっとオリバーカーンになるわ。精神守りに走る。守りに走る。ゼロ守ろう。守るに最後なら、バチバチ取られんかったっけ、ブラジルで。そうです、バチバチ取られました。感覚でいいわ。バチバチ取られました。わかった。では、いきます。第5問。ミキが左かだけやな。 FIFA ワールドカップでバツ早いですね。最も試合出場が長い選手は、元ブラジル代表ドゥンガである。ドゥンガ、丸かバツか。まあ、授業にも来た闘将と言われる非常にキャプテン心の強い選手ですね。ドゥンガ、はい、元ブラジル代表であるドゥンガである。丸かバツか。いや、これはもうあれやね。もう知ってる名前出して。わかった。何でしようとしてんねん。お、どうですか。ちゃう、俺は絶対アルシンド。アルシンド、多分出てません。俺は知ってる。アルシンド出てません。俺はもう、これはもう分かったわ。ジーコ、ジーコ、ジーコは出てます。ではいきます、正解をどうぞ。丸、ドン。お、うわ、分かるかな。お、まるちゃん、日野さん、丸、立石さん、小谷、飯尾さん、バツ。正解はバツです。ほら、飯尾さん、立石さん、ジーコ、ね、いや、ジーコは2大会ぐらいしか出てない。一番長いのは、元イタリア代表のマルディーニの2217分。2217分、5大会に出場している選手なんですけどね。マルディーニがすごい一番長いっていうね。マルディーニ、マルディーニです。さっきから言ってる名前が全然わからない。マルディーニわかんないっすか。わからない。マジっすか。パスタかな思った。違いますよ。俺ピッツァかと思った。マルディーニ、それマルゲリータじゃないですか。マルディーニ、マルディーニ、マルディーニすごいんですから。マルディニータ AC ミランのもちょっと曲がったキュウリかと思った。いや、なんでなんですか。みんなしてらっしゃる的な。ちょっとなんで僕に、僕を試そうみたいなボケを振り込んでるんですか。パプリーカ的な。パプリーカ、パプリーカ、とりあえずパプリーカっすね。マルディーニの伸ばしただけですから。では行きます、第6問。あ、ごめんごめん、ごめんごめん、ペン奪ってた。なんかちょっと手が FIFA ワールドカップ通算得点記録保持者は、おお、ドイツのクローゼである。マルカバツか。通算よな、でも通算です。クローゼってでも最近じゃない出てきたの。クローゼはね、あ、言うなよ、言うなよ、この野郎。俺知ってんねんから。あ、ちょ、クローゼの、あの、豆知識じゃないですけど、ゴールパフォーマンスに全中するんですよ。以前、うん、全中ミスって選手交代しました。足ぐねて出れなくなったんですよ。ボゴールバウンスです。アホや、アホです。そんなアホはこうや。そんなアホはこうや。ありっすかそれ。おー、では回答の方どうぞ。俺はロナウドやと思う。飯尾さん、まるちゃん、この前のワールドカップで超えたんちゃうかった。さん、ひろさん、嘘。正解は丸です。ほら、そうなんです。マジで、そうなんです。今丸誰やった。俺の丸だ。丸ちゃんか。出してんな。もともとロナウドが14得点でトップで、次の大会に出たら超えるやろって言われてたクローゼがなんと更新するという。あ、最後ヘディングでね。そうなんですよ。もうこの最後、多分2014のワールドカップが最後やって言われてて、ここじゃないともう年齢的に出れないんで。そうそうそう、クローゼそんな言ってたっけ。そうです、日韓のワールドカップの時に大会で1人で6点とかとか。そうなんですよ。そうなんです。サウジアラビアでバリ1人で点。特集組んでたでしょ、クローゼ。ドイツのクローゼ、ね、NHK 見てないのか。
NHK の受信料は 2m50 ぐらいあるないです。それめっちゃでかいですね。それヤンコーラーですね。チェコ代表で203センチです。203センチ、超でかい。でかだからアンコーラー、ヤンコーラーじゃないです、ヤンコーラーです。ヤンコーラー、あれヤンコーラー、ポケモン、ポケモンじゃないです。それヤンコーラー、ユリゲラー、ユリゲラー、いやすぐ負けです、負けです。ヤンヤンマンみたいな、誰なんですか。俺もおるから勉強しろ。ガンガンボケ掘り込んでくる。前二人で後ろ三人全然喋らん。というわけでね、だマルタン、マルタン、いやいや、マルタン、マルタン星人、マルタン星人、弱せやな。あやりそう、やりそう。どこバタバタしてるんだよ。丸目並んでるよ。そうなんです。実はなんとコタンに丸目第4問、4問正解、ね、あれ、いいよ、3問じゃなかった正解、いいよ、いいですか、ね、上げてきますね、上げてきますね。ちなみにあの今回に関してはあのサドンデス3問用意します。お、さすが。ではいきます。よし、第7問、FIFA ワールドカップ、 FIFA FIFA これね、言いにくいな、元だな。顎噛んでんねん、顎噛んでませんよ。どういう仕組み、わあああああ、最年長得点記録は元ブラジル代表のロマーリオである。誰やん、誰やねん。タティスの世代ですね、ロマーリオ。はっ、これ僕ね知ってる。おっ、マルカバツカ、もう一回言って、どこって。元ブラジル代表、違う、ロマーリオである。ただロマーリオはすごく記録を持ってる選手だろうことは間違いない。待て待て待て、惑わすな。伝説的な選手でしょ、ロマーリオ。俺を信じろ。いや、あかん、ちゃうで、あかん、ちゃうで。おっ、ブラジル、元ブラジル代表ロマーリオ。でもブラジルといえば入れ替え激しいんちゃう。でもブラジルじゃなかったよね、気すんだ俺。お、ブラジリアンチョップスクワット。どんなスクワットなんですか。チョップしながら忙しいですね。上から下まで。ブラジルではなかったような、そうだったような、だ、だ、どうですか、どうなのか。では行きましょう、正解をどうぞ。バツドン。お、分かれた。コタニ、マル、これキーパーちゃん、マルちゃん、タテイさん、イーヨさん、ヒノさん、バツ。キーパーだろこれ。いえ、キーパーではないです。正解、バツです。おっしゃー、やっしゃ、やっしゃ、あのおっさんやろ、タテイさん、ノイヤ、ノイヤ手取らないです。こちらあのカメルーン代表のロジェミラ、そう42歳。そうやね、もうそもそも招集されたことがすごいのに、途中出場でポロって出てきてポロっと手取ったんですよ。へー、ロジェミラ42歳、多分二度と抜かれることはないだろうという記録です。いやな、まだゴール中山がおる。いやいや、この前やっと J3 と沼津で復帰してましたけど、膝の手術が終わったらしいんですよ。できんのか、奥さんがびっくりしてたよ、マジでやんのみたいな。ではいきます。山崎なんか顎消えてるわ。やめて、そこ顎なんですか、むしろ。ではいきます。大体先端は顎やな。先端、これ先端と取るんですか。これ僕っすよ、これ僕っすよ、これ僕っすよ、これ誰なんですか。これもう名称やろ、イコールやろ全部。なんでなんですか。ミアリーイコール、山ザって。聞いたら変ですよ。ではいきます。第8問、 FIFA ワールドカップに日本代表が初出場したのは1998年のフランス大会であるが、これはあるが第16回目のワールドカップであった。丸か×か。おい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 、バカバカバカ、だだだだだ、やめろやめろ、待ってな待ってな待ってな、風邪よ。数えても多分分からないけど、初年度が分からないの分からないです。歴史的に多分4年に1回やろ。この前何回、この前ですか、言うたら分かるっすよ。あ、俺知ってんねん。お、言ったら分かる。あ、あ、記念やったんじゃん。記念ちゃうね。さあ進めてください。さあ進めてくださいよ。いつで、96年、98年のフランス大会が日本代表の初出場であった。98、20、2002、長いな、ここから6、10、14。めっちゃ書くやん。ってことは、なんでなんですか、その式を出してなんで北京したんですか。この前が20大会目やったら記念やん。なんだろ、16やん。記念やったような気がした。では正解をどうぞ。バッツドン。おマジかよ。立て椅子、マジで。小谷、丸、丸、丸、日野さん、日野さん、バツ。正解は丸です。いや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 、タテイスさん、うそ、おい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 、大音ですよ、合ってるっすよ。こんだけ式導き出してなんで罰にしたんですか。20やったっけ前回。合ってますよこれ、この中で合ってますよ。20じゃないって言った、合ってますよ前回。俺ここ重力でいる瞬間分かってるやん、思ったんすもんね。おい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 、どないしたんですか。もう見ないで。皆さん落ち着いてください。そんなことよりもトップがマルちゃんです。おいおいおい、変えてんな。おい、最下位は、最下位は
でも俺と争ってる。俺と争ってる。でも俺4やろ。はい、そうです。3、4。俺が日野と違う方向に変えたい。いや、いいよいいよ、そうしよう。はい、では行きます。商品は何なんですか。いや、もうなんか優勝決めた。あ、めっちゃ決めた。じゃあ、もうそろそろ決めましょうか。えぇ、ー、そうそう。顎噛んでるって書いてあるわ。マルディーニはミランの象徴、それ言ってほしかった。メハリアが、あれやわ。メハリアで行こうか。あ、メハリア行きましょう。メハリア行きましょう。どれ、メハリアの、メハリアの、メハリア女子。メハリア女子。エビ天。あ、エビ天行きます。エビ天ムス。エビ天ムス6個。3個で何倍か、6個でなんか多分1000何倍でしょ。3個でいいやん。え、なんで6個にするの。何食べようと思った今。おい、数増やしとけ。いいやいっすか、6個ぐらいな。くれたら増やしときゃ食えるやろみたいな。エビ天と何やねん、そんなの6回でよ。なんでエビ天6個ちょっと似てる。やばい、怖い。いやよ、確かに、ね、あのこの前の黒毛和牛あたりから1個もらえるっていう味は占めてます。やだ、味は占めてる。次いきます。ではいきます。はい、第9問。やばいやばい、終わりっすよ。もうやばいやばいやばい、ベルリンの赤いやべ。おい、丸めんなるんやけど、それ筋肉マンやん。ではいきます。日本代表がワールドカップで初めて勝利したのは2002年日韓ワールドカップのベルギー戦である。丸かバスか。え、ベルギー、俺これな知ってんで、生放送で見てたもんな。丸ちゃんって来てる。これ確か、まるちゃん優勝するのよ。確かあれ、あれってあれっすよね。あれってあれっすよね。あれってどれですか。まあこの年はね、ベッカムのソフトモヒカンがもう大流行した、ね、大流行したな、はい、あ、そっちか。俺子供の時やん。俺そうですよ、僕中2でしたもん。でもあれ俺も、うん、小なんで高校生の時じゃないですか。小5、6。そうですよ、それぐらいです、うん、もう学校じゃもう稲本フィーバーでしょ。見てないわ。いないやん。俺これめっちゃ見た気すんねん。デンマークは大人なんですよ。ベルギー戦は、あ、そうです。3-1で勝った時でしょ。小森純がスコア当てた時でさ。え、やえ、あれは小森純、野縁がシュート出た時は。野縁って誰ですか。野人でしょ。なんでトンネルズなんですか。野人が出た時は98年 の、 あのジョホールバルの歓喜っていう、あのイラン戦艦の延長で取った時です。あ、V ゴールの時ですね。深夜2時半やの。中津江村フィーバー、そうそう、カメルーンの選手が来た時ですよ、これ。あったな、和歌山で。M ボマな、そうです、M ボマが来た時。M ボマな。では、行きましょう。はい。正解をどうぞ。バツ。ドン。お、まるちゃん、まる。それ以外、バツ。ベルギー戦で。正解は、バツです。同点ちゃうかったっけ、ベルギー戦。な、テイスさん、答え。ね、この日も、この試合は同点でした。やんな、はい、ベルギー戦同点ですよね。そうだ、これ同点でした。鈴木と稲本がポンポンって点取って後半ギリ最後に追いつかれたんですよ。なその時のフォワードがビルモッツ、今大監督やってる。次俺が、はい、日野と分けたらやる。まあそやな、そやったらサドンデス入るやろ。はい、今の現状やと立石小谷丸梅6問並びですからね。全員お前の回答見てます。この3人と違う答え俺がやったら俺も上上がれる。上がれますね。サドンデスにみんなが参加するっていう手もありですよ。デンマーク 3-1、 そうそう、トマソンが走りながら決めよう。デンマーク来ません。サドンデスまで行く。もう延長戦ありきで行く。サッカーとはロスタイムで変わりますからね。大逆転、大終盤。ワールドカップ初出場のフランス大会でキャプテンを務めたのは10番七海博史である。丸かバツか。え、待って待って、フランス大会、はい、98年のね。7、あの時司令塔の七海だったのか、それともあの魂のストライカーはゴンだったのかとか、いろんな選手がいましたけどね。中盤のね、司令塔と言われた山口なのかとかあるじゃないですか、いろいろ。その時ゴン中山はまだいない。いや、いました。ちなみに日本で一番最初に点をワールドカップで取ったのはゴンです。あれ、ロペスの折り返しをゴンです。クラウディオロペス。アルゼンチンじゃないですか。どっちかいだ。では行きましょう。正解の方、どうぞ。ダンス。お、うわー、これもしかしたら立石さんとかぶってるやん。優勝の可能性ないやん。では行きます。正解はバツです。サドンです。サドンです。立石さん抜けてるやん。ちなみに、こちらの時のキャプテンは伊原です。伊原、延長戦。伊原ジュニア。サドンですって言い方が悪いわ。延長戦来た。延長戦ロスタイム。じゃあ今からロスタイム、立石さんに聞いてください。以上、単独トップですから、なんだかんだ言って。単独トップやからな。延長戦綺麗に決まったっちゃ決まったけど、でもあと4本あんの。じゃあ、
残り3問やるんですけど、残り3問のポイントはどうしますか？2倍狙いに行く。では、ロスタイム4分。2倍でしょ。これ松木されてる。ふざけたロスタイムですね。ゴールデンボール。では、いきます。2倍。第11問、はい、中村俊輔はワールドカップに日韓大会、ドイツ大会、南アフリカ大会の計3回出場している。丸か×か。中村俊輔よな。まあ日本のレジェンドですからね。俺はこの人なくしては日本の躍進はなかったんじゃないですかね。せやな、この人なくしてはもう日本の躍進はないぞ。なかったですからね。中村俊輔やぞ。キノコヘッド流行ったやろ。キノコヘッド流行ってないと思うんですよ。人みたいな頭やめてください。気づいてストレートヘアにしてたもんな。スパン。ではいきます。よし、正解の方どうぞ。バツドン。お、分かれた。コタニ、マルちゃん、マル、タテイさん、ヒロセイさん、バツ。正解はバツです。はい、バツ。はい、バツ。お前、なんか一回出てきたよな。なんで呼ばれなかったみたいななってたよな。ゲームでパッケージになるっていう悲しさな。日韓ワールドカップの時にトルシエが落としたんです。あ、そやね。あんな俊輔やったのにな。フナクが支えかれてきたっていうのもあったりとかしてみたいな。まあでもこの年ね、あのベスト16まで行ったっていうのがあってね、まあ外れてどうやったんか良かったんかみたいな。ウイリス俊輔やったからな。そうなんです。まだ立石さんトップ。はい、あの今の正解でまだ愕然トップです。ではいきます。第12問。最下位誰だった？コタニャンマルニャンですね。コタニャンマルニャン。はい、ひっくり返った。ひっくり返った。あれだ、あれだ、あれやで、言っとくけど。待って、戻してください。残ってるのに。商品バラでしか。商品バラでしか。商品の一曲。ベイスターズがベビーになった時からですね。すごさ。ではいきます。ラスト2分。第12問。まだ。日本国籍を取得してワールドカップに出場した帰化選手は全部で4人である。え、待って、丸か×か。さあ時間もないんで。全然2人しか知らん。15秒20秒ぐらいでサクッといきましょうね。お、全然2人しか知らん。99数俊輔ドラゴン。いや、めっちゃわかる。これめっちゃわかる。俺は絶対に牧入れるぐらいだったら久保入れた方がよかったと思うで。牧慎一。日本代表で多分一番点取れる嗅覚が良かったのは久保なんで、僕の中でも。2人しか知らんわ。ではいきます。正解をどうぞ。バツバドン。お、どうなってるんですか。立石さん、コタン、俺だけバツ。やばいやん。ではいきます。やばいやん。サントス、トゥーリオ。正解はバツです。あここで伊藤さんが単独と、はい、4人ではなく3人ですね。あのロペス、サントス、トゥーリオです。トゥーリオ。どうしようもなかった。リータタナリは入ってません。帰化した電子でワールドカップで日本代表になったリータタナリ。やばいやばいやばい。初めて行ったのロペスな。やばいやばい。ロペス、サントス、マルクス、トゥーリオ。ではラストです。やべ、皆さんに優勝の可能性が残ってないです。立石さんか日野や。飯尾さんが間違わなければベベにはならない。出場を最速で決めた国は日本代表である。マルかバツか。さあさあさあ、そうあってほしいっていう意味も込めてや、俺は。さあさあさあ、皆さんあと30秒、さあさあさあ、南アフリカで行われるのに南アフリカが出ないってことはあるん？はい、南アフリカですか。で、決まった瞬間そこも出場なんじゃない？一応あの予選のあれはなくなるんですよね。ああ、そうなん、はい、でそこは、まあまあ俺は、まあ、別に優勝とかどうでもいいわ。では行きましょう、正解を。どうぞ。ダン。そう、あってほしい。お、分かれた。日野さん、小谷、まるちゃん、飯尾さん、バツ、立石さん、バツ。正解はまるです。うわ、ありがとう。最下位やん。よっしゃー、よかった。よっしゃー、絶対な。何最下位ペケにしてから絶対まるって書いてるんで。ちなみに日本